よくネイティブが freak out っていうねスラングなんですが、これを使います。ただこの freak out を本当いろんな場面で使うから、一体どういう意味なのってね、つかめないと思うんですよ。なので今日はそれを紹介したいと思います。で、freak out は大きく分けて2つの使い方があると言えます。一つはめちゃくちゃ怒っている時とめちゃくちゃ緊張している時に I'm freaking out っていうことによって、俺めちゃくちゃ怒ってんねんとか、めっちゃ緊張してんねんみたいなことを伝えることができるんですね。まあ日本語のやばいみたいな感じに近いかなと思います。やばいもいろんな意味もありますもんね。で、もう一つの、使い方は、誰かに驚かされたり、こうめちゃくちゃ俺驚いちゃったわみたいな時ですね。そういう時は You freak me out、 あなたは私を freak meフリークアウトさせたみたいな感じでね、言うことができます。ホラー映画見た時とか、It freaked me out って言えば OK です。